なあ、兄ちゃん、なんで本なんか読むんだよ。知識は人を豊かにするからな。データで転送すれば済むだけだろう。自分で読まないと心の中に入ってこないだろう。分かったよ、なあ兄ちゃん。なんだ。俺の名前イブって女の名前って書いてあるけど、俺たちの名前はカインとアベルとかの方がいいんじゃないのか。人間は名前を簡単に変えたりはしない。自分の名前に誇りを持て、イブ。分かったよ、兄ちゃんがそう言うならイブのままでいい。いい子だ。なあ兄ちゃん。なんだ。これ読み終わったら遊びに行こうよ。きっとすごく楽しいと思うんだ。構わないよ。でも本を読んだ後でな。本当に？じゃあ俺頑張って読むよ。頑張って読むからね。ああ、そうしろ。この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって、町全体が沈下しつつあるんですよね。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。トゥビー、アンドロイドは風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もうトゥビーは気分ですよ、気分。これはお待たせしました。まだ伝えてす。エミール、今僕は、え、 ありがとう。大事、はい、お礼に。これは後で、すみません。
エミールさんから渡された鍵はここのものですよね。すごい、こんなに月の涙が。この場所は。来てくれてありがとうございます。エミール、ここは僕がどうしても守り、え、正確には僕だった人な。よくわからないな。僕はもともと大昔に兵器として作られました。ありとあらゆる環境に適応し、殲滅するための兵器の一部として。兵器だったのか。エイリアンとの戦いが始まった時、僕は自己増殖による兵力増強を行いました。自己増殖。はい、僕は複製された無数のエミールのうちの一人です。僕たちはお互いに協力し合うことで、なんとか防衛線を維持していました。しかし、そうやって何百、何千とコピーされていくうちに、僕たちの記憶は薄まっていったのです。ここは、もともとのオリジナルのエミールが好きだった場所。ずっと昔、大好きでも、オリジナルにとってあの旅の記憶は本当に本当に宝物だったんです。僕の記憶の中にもかすかな名残として残っています。そのオリジナルってのはどこに？わかりません。僕らはそのあまりにも数が多くなってしまったので。そうなんだ。そして僕たちには決着しなければいけないことがある。え？そうだ、これまでのお礼にこれを渡そうと思ってたんです。どうか受け取ってください。月の涙は願いが叶う花だと言われているんですよ。僕の方こそおかげで大切なものを思い出すことができました。
これでこの辺りの機械生命体は概ね排除できましたね。トゥビ、ナイエス。司令官？緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータ及び飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。新型とアンドロイド部隊に支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は大破し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊にも支援を求む。反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。そんな、こんな大きな敵どこに。何あれ。
生命体。こんな大きいの見たことない。EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。オペレーター 2-1-9SS 衛星レーザーの直接攻撃を敢行することが決定。照準を安定させるため敵の EMP 発生機を破壊してください。 EMP 発生機って。具体的な座標をマップデータとして転送します。EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を指示。電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊。北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。ルビー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。トビ、ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビ、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接。そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。
まずいですよ。ここを離脱しましょう。あの巨大な機械生命体は過去に廃棄された兵器です。アンドロイド殲滅用として開発されたのですが、制御不能になってしまって、当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんです。が結局我々も暴走を止めることができなくて、深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか、トゥービー、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。搭載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。ミサイルコントロール起動、発射準備。ミサイルコントロール開始、確認、発射可能状態。発射。姿勢制御がこんなに重いなんて。警告、障害物に注意、接触すると重大な事故につながる恐れ。分かってるって。墜落したヨルハ部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。その子は大きな力を持っていました。でもその子は少し壊れていました。周りの人を傷つけてばかりいました。その子はいい子になろうと頑張りました。でもその子はうまくいい子にはなれませんでした。その子はいらない子だと言われました。その子は
当機はポッド042、 2B 専属の随行支援ユニット。当機はポッド153。我々は同じ戦闘に参加することが多い。状況データの共有をすることでより効率的な作戦展開が可能と提案。賛成。提案の内容を次の状況交換までに。
機械たちはそれぞれの宝物を大事にしていました。ある機械にとっての宝物は家族でした。ある機械にとっての宝物は兄弟でした。ある機械にとっての宝物は美しさでした。そしてある機械にとっての宝物は憎悪でした。これがしかも暗くて冷たい。ナイエス、ナイエス、トゥービー、帰ろう。